画家としてアーティスト活動も行うタレントの香取慎吾が6日、東京青山学院大学で行われた壁画 BETHE リファレンスアート除幕式に参加。学生からのオファーにより制作した巨大壁画アートをお披露目した。倉庫を借りてクリスマスもそこにいたという香取は、構想3ヶ月、制作期間11日をかけて、縦 2.5 メートル、全長 11.5 メートルの壁画アートを完成。ステンレスに描かれたのは、色とりどりの100人の人と大きなハート。違いを丸ごとハグするような、世界は一人一人の力で変えられるというメッセージが込められている。香取は大きいものをもっともっと描きたい。逆にこれだけ大きいものを描いたからもっと小さいものを描きたいとかと創作意欲を膨らませ、ひ孫については今までと変わらず全部。僕を求めてくれる場所に行きたいですと、ジャンルレスに活動することに力を込めた。また、新しい地図として共に活動する草薙剛や稲垣吾郎の反応については、これをやってることを知らないと思います。こんなにでかいの描いてたんだって、と特に報告していなかったそう。草薙は最近ブログを始めて、その中での絵が上手くなってきた。絵心ないはずだったのに、と上達ぶりを認め、絵を描いていることは、イコール自分だけで描いているというのは、多くの人に見てもらいたい。見てもらって、いいですねって言ってもらいたいと願望を明かしていた。